こんにちは、リコリコです。はい、今回はインスタのストーリーで双子あるあるを募集しました。というわけで今日はお揃いの洋服を着てみました。はい、めっちゃ似てるんじゃないですか。確かに似てるかも、いつも以上にじゃあ早速見ていきますか。まず1つ目、知らない友達に声かけられたと思ったら双子の姉の友達だった。あー、なるほどね。これはめちゃくちゃあるあると思うんやけど、うん、リカとリコに関しては小中高、うん、全部同じ学校やったから、リコの周りの友達はリカもみんな知っとるし、うん、みんなで仲いいみたいな感じやったから、そうそうそう、もう友達はほぼみんな見分けられてたのね、うんうん、友達はねないんやけど、先生がやっぱり間違うのか分からんけど、廊下とかですれ違う時に名字で呼ばれて、うん、これ持ってってみたいに言われた、リカの先生に、うん、えっと思って、名字やから、あの、間違っとるんか間違ってないんか分からんけど多分ちゃうよなと思ってリコですけどって笑って言ったら、なんか気まずそうにちょっとはい、2つ目、はい、どっちか当てるからこっち向いてって言われた時にどこ見たらいいか分からないです、気まずいめっちゃ分かるじゃないこれめっちゃ分かる、どっちがどっちな、当てたいからさこっち向いてくれやん、で、リカとリコはこう向くやんその間が気まずいということだと思うんやけど、うんうん、かなりこの場合も、うん、見分けるポイントはほくろですよっていうのを伝えとるから、うん、ほくろを見とるんやと思うんやけど、こっちからしたらもうずっとでやるしかないんよ、うん、どこ見たらいいかがめっちゃわかるだからマジこれやめてほしい、うんうん、3つ目、だいたいどこ行くにしても2人で一緒に行くから友達いなくても全然大丈夫。これマジでわかる、うん、リカとリコの場合は仕事も一緒やんか、休みのスケジュールも一緒なわけ、うん、だからもうなんか友達やったらさ、平日も普通に仕事あるし、うん、土日も仕事ある時もあるのね、だからなかなか休みのタイミングとか合わず、うん、なんか友達にさ平日遊ぼうって言いにくかったりとかしたりするけど、うん、リカもこの日休みって分かっとるからえ、どっか行くって気楽に言えたりとかするから、それはマジでわかる、うん、友達みたいな感じやけど、うん、まあ普通に家族やん、何言ってもさ別に怒られへんからさ、うん、急に私が暇になって、うん、リコも暇かなと思って何も考えずに今日夜ご飯一緒に食べに行かなとか、うん、断れてても別にいいから、うん、なんか気使わんし気楽に、うん、いい意味で雑に使えるじゃないけどマジでいいと思う。双子でも趣味が全然違うとか、うん、好みが全然違うとか、うん、なってくると話が違うかもしれやんねんけど、リカとリコの場合はほんまに服の好みとか食とかほぼ似とるから、うん、ほんまに友達おらんくても生活できていく、うん、人たちやよな、うん、4つ目、ハモりすぎてハモったらちょっと嫌、そしてそのリアクションも一緒これだからあの文やと分かりづらいけど、うん、じゃあ一回やってみよう。あ、そうなんや、もうハモらんといてまでがセットってことやろもうとかやめてよとかもう一緒になっちゃうってことやろめっちゃ分かるやろそれめっちゃ分かる、みんながそれ見とったら、うん、うわって言われるのもう嫌やよないやいやそんなとこで盛り上がってもらわなくていいしみたいな、こっちは別にパフォーマンスとしてやっとんのじゃなくあのナチュラルにやっちゃってるやつやから、うん、一番気まずいこっちがでもさ冷静に考えてさすごないそこまでさ揃うってわかる、リコもさそれ双子が設定揃っとんの目の前見たら、うん、おおなるよじゃあ5つ目、暇な日友達よりも相方何してるか電話しがち。これマジわかる今日の話な、うん、今日寝とったんリカ、うん、で寝とってリコもうすぐ引っ越しがあるから、うん、リモートで引っ越し会社の見積もりみたいなのがあって、うん、解体して持っていくか持っていかんかみたいな話、うん、別にさ引っ越しの日さえすればいいやん見積もりってその引っ越しの人にこのベッドって解体して持っていけますかとか、うん、そういうことを聞く時間やだから別にリカにさそのことを聞いてこんくてもいいやんか寝とってもなんかアラームみたいななっとるなと思って何と思っても出たんですよ、うん、まずリコがなんかあのさベッドってさ解体してさ持ってきるみたいな知らんしリカ引っ越し業者の人じゃないしみたいなそういうこととかも電話してくれるし、うん、推しのね、うん、ライブ行く時とかも
も最近一人で行ってるんですよ、うん、でリカはまあ基本お家におるからライブの会場に入って、うん、でちょっとあのトイレしたら電話するから出てなみたいな LINE 来て電話出るやんそしたら多分一人で不安やから周りになんか友達と合流するみたいな雰囲気を出したいんやろ。そうそうそう絶対やからなんか今さここおってさみたいなここかなリコの席みたいな知らんねんかそこの会場行ってないから見えへんしあーそうなんちゃうみたいな聞いてみたらぐらいしか言えへんやんリカそんなんとかも電話してくるんですよそうなんですどうでもいいこともしちゃうね電話でもこれあるあるって分かってよかったうんほんまやはい、で今回アハモと YouTube ショートのコラボプロジェクトで、うん、あるあるを入力するとレイザーラモン RD さんがそのあるあるを歌ってくれる動画を生成できる AI ジェネレーターがあるらしく私たちも気になっていたのでやってみたいと思います。じゃあ作成する前に、うん、こういう感じの動画ができるよっていうのを、うん、スタッフさんがいくつか作ってくれたのでしかも双子あるあるらしいよそうだからちょっと楽しみなんですけど、うん、見ていきたいと思います。はい、じゃあまず1個目、これあるあるですね。あるあるです。てかこんな感じで歌ってくれるんや。すごいな。ほくろで判別させがちやろ。させがちっていうか初対面の人には絶対言うよ。うん、言いやすいな。頭の形がちょっと違いますけどさ。なんか絶対分からんし。うんうん、初対面で分かりやすいって言ったら多分ほくろの位置とかと思うから、ほくろの位置なんですっていうのはめっちゃある。うん、な。じゃあ2つ目。あ、これもあるあるですね。あるある。これさ、今思ったけどさ、双子にどっちが姉か妹か聞いてさ、なんか得意そうだよ。リカも今言おうと思ったんだ。いや別に聞くなって言ってないけど、おーってなるだけやん。だって聞かんでいいやん。今言っとくけど、ちなみにリカとリコはリカが姉で私が妹です、はい、こういう動画が作れるということで、うん、私たちも実際に動画作ってみようと思います。はい、はい、じゃあここで一緒にやってみましょう。はい、スタートします。はい、じゃあリカとリコは双子あるあるなので双子、ここひらがなで打って、テロップ用のテキスト調節もできるから、うん、ここで双子って感じにしてみます。このどんなあるあるを言わせるっていうところに好きなタイプ聞かれがちっていうのね、うん、これはマジであるあるやから、好きなタイプ聞かれがちで、これで OK。 これ、さっきね、あの衣装が変わってたと思うけど選べんの。すげえ。え、これがいい。女性アイドル、うん、じゃあ女性アイドルでいきます。はい、30秒と15秒があって、うん、私たち15秒にしています。ここもうできるの。はい、作成します。まずはロード画面でそわそわしちゃいがちよ、マジ。あのあれやろな。これ自動的に変わるから何も押せやんのよ。あ、来た。来た。じゃあ見てみましょう。はい、おー、すげー面白めっちゃいいなこれな。え、楽しいし、うん、なんか動画投稿してる側からしたらさ、うん、ちゃんと頑張ってさ、双子あるある撮っとんのにさ、うん、こんなさ、なんか入力してさ、うん、めっちゃすぐ歌ってくれて投稿できるってめっちゃ良くない？確かに。今回ね、使用したのは1億人であるある言いたい選手権のあるある言わせてメーカーで、 RG さんが自分が考えたあるあるを歌ってくれる動画を作れる面白いキャンペーンです。なんか服とかも買えれるから、うん、そのあるあるに関係した確かに洋服とかも選べるし、うん、なんか踊ってくれたりとかするからめっちゃ面白い、うん、全パターン見たいよね。見たい。私たちが今回使ってみた、うん、ハッシュタグあるある言わせてメーカーを使って、みんなも YouTube ショートにぜひ投稿してみてください。投稿したらプレゼントキャンペーンもあるみたいなので、ぜひみんなやってみて。楽しいしね、うん、それでは皆さん今日も見ていただいてありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。